食べるから見てもらおうと。ご飯食べようと思って。いただきます。うん、うまい。そう、遅めご飯なんです。今日はありがたいことにメーテルさんのどうですかにどうですかのコメント収録をしていただきました。めちゃめちゃありがたい。まさか菅原単独で一人で出れる日が来ると思ってなかったから正直嬉しい。いただきます。写真集の PR です。辛い、うん、辛い辛い辛い。うん、それで呼んでいただいて。赤い赤い。4月10日放送予定です。みんな見れる人は見てください。どうですか、見れそうですか皆さんは。させんちょっとむせすぎちゃって今すいません。ちょっとちょっとすいません。むせすぎてちょっと一旦画面シャットアウトしました。今むせましたね。だいぶあさって明日はフラッシュさんが出て、明日はフラッシュさんが出て、10日は朝にどうですかのコメント流れて、で沖縄のラジオ出て、にじゃない、お渡しかやってにじゃないよ。うん、すごいね。出版社さんもマネージャーさんもすごい頑張ってくれてて、ありがたいです。この後は青森のテレビワッチさんにもコメント収録出させていただきましたし、あやかい、本当に。うまっ。ね、すごいよね。こんな。
もうトッポさんでも配信始まったし、見てくれたみんな、トッポ。うまっ。なんかね、あそこで出会ったね、なんか一周目は牡蠣を食べたんですよ。牡蠣を、めちゃめちゃ美味しかった。一口に大きいように気をつける。わ、初見です、こんにちは。マネージャーさんがね、ちょっと映ってたんですけど、あのマネージャーさんが本当に優秀なんですよ。ね、今日もあのお知らせ、写真集のお知らせあるので、こんにちは。こんにちは。現在写真集。こんにちはの人多すぎない？そんなこんにちはくれっていうぐらい、そんなこんにちはばっかじゃん。そんな急にこんにちはって並ぶことあんの？もうこんにちはしか流れてこないじゃん。もうみんな推しメンのためになんかいろいろ回ってんだ、ミッションのために。偉いわ。なんか誰か写真集買ってくれないかな。現在ここのグッズから写真集が買えます。買ってくれる人募集してます。はい、いろんな人とかにさ、なんか写真集をさ、話をしに行くのはいいんだけどさ、だからさ、なんか写真集持ってないんだよね、まだ自分の。まだ自分の写真集持ってない。人にあげたりしてるけど、自分の写真集まだないの、自分に。で、割とみんな来たことある人が多いんですね、ミッションしに。ミッションしに来るなら写真集買ってよ。写真集買ってから帰ってくれ。誰も買ってくれないじゃん。ミッション、ミッション、ミッション民。ミッション民。でもみんなさ、これをバナー出てますよ。みんなさ、これを見る前にはもういなくなっちゃうんですよね。
キラキラ星お届けです。キラキラ星、みんなおしめのためにさミッションしてさ、すごいよね。すごいよねで一段落してるけど、すごいよね。おいしい。うん、そうすると蒸せるわ。すらないのが一番。みんなさ、このこんにちはのためだけに一回抜け出したりするのかな、仕事を。どうなの。もうこんにちはみんもいなくなってきたわ、むしろ。うん、こんにちは。皆さんは誰ですか。皆さんは誰ですか。こんにちはだけ言う人は誰ですか。誰ですか。買おうとしたらただいまご利用できませんって。本当かね。から買えない。こんにちは。なんか久々にね火使ったの、1年ぶりぐらいとか。グッズないですか。通りすがりの仮面ライダーさん帰らないでください。見えてるのかな。見えてないのかな。足柄だけなのかな。うん、初訪問こんにちは。そうじゃない、皆さんもお久しぶりです、こんにちは。これはカートは出てらっしゃるのですか。うん、よかった。15分しか経ってないのにこんなご飯食べてる。やっぱ朝からって早食いや。うん、誰かがご購入してくださった、ありがとうございます。この方ミッション中の人間なのかな。
ありがとうございます。めっちゃ律儀じゃない？あ、そう、10日は公演前に写真集受け取りに行けます。そう、公演がね、あることをね知ってたから、菅原は出ないんですけど、なのでその人たちにも来ていただけるようにお渡し会を設置いたしました。クレジットカードで買ってくれたピオだったよ。ありがとうピオ、また会おうピオ。独特なんだよなキャラ、なんかショールームにさいる人たちさみんな独特じゃない？本当にさ、なんかありがたい。こんなだってさ、ミッションするなら買ってって言ったのに一人しか買ってくれてないのにさ、この方は買ってくれたピオ、ミッション民買ってくれピオ。ガチガチガチ、まあこの人何してるピオ、アイドル、え、ハイズ、嬉しい、ありがとうございます。うんうん、また誰か3人ご購入、あ、いつもいつもの人たちだ、ありがとう、いつもコメントしてくれてるよね。ねえ、うん、誰かまた買ってくれた、ありがとう。嬉しい。なんかやっぱさ、その買ってもらう、まあもちろんさいろんな方にさゲットしていただいてるんですけど、なんかそれでこそ、なんか昨日もオンラインイベントがあったんですけど、あ、この人が買ってくれたんだとか、それなんか目に見えてわかるじゃないですか、今リアルタイムだし、まあ、みんな買ったよって言ってくれるんだけどね、なんか嬉しくなる、よりみんなの買ってる姿見れて嬉しい。明日な、明後日泣いちゃうかも。嬉しすぎて、手渡しするのが嬉しすぎて泣いちゃうかも。うん、初見、ここにさちゃんと写真貼ろう、写真集の今度から。秋葉原とかで泣かないかもしれないんだけど、ちょっと発売日当日は泣いちゃうかも、やっぱ嬉しすぎて。うん、なんかすごい、結構握手会とかでも泣きそうになるんですよね、嬉しいこととかあった時とか、おめでとうと、うんってめちゃなる、めちゃめちゃ嬉しいピオ。やばい、もうあの人の影響でめっちゃピオ出てきちゃう。うん、写真集ちゃんと貼っとかなきゃなね、オンライン楽しかった。だしマジでね、オンラインじゃないと会えない人っていっぱいいるんだなってめっちゃ思いました。
本当に。こんにちは、ハロー。また増えた、嬉しい。はじめまして、はじめま、あ、ね、みんな何のおにぎりが好き？こんにちは、スカラも梅好き。でもコンビニでよく買うのは梅とツナマヨ。おいおい、でも分かる、おかかも美味しいよね。あとからし明太子、ただいまご利用できませんだって。なんかクレジットカードだったら買えるってでも買おうとしてくれてありがとね。もう一回チャレンジしてみて、クレジットカードで、ね、ツナマヨ好きな人多いね。その来るから失敗、どういう、こんにちは、写真集受付中です、よろしくお願いします。うまい、キムチ鍋、鍋なのかな、タッパーだから鍋じゃないかも。キムチタッパーキムチタッパー、こんにちは、ミッションミン写真集買ってください。ほんといろんな人に、なんかさ、めっちゃ、なんか何がきっかけかわかんないんだけど、もうめっちゃ久々に、あの、あ、すごいお腹鳴ってる、めっちゃし、なんか久々に来る人とかもいたし、なんか写真集だからみたいな、初めて行きました人もめちゃめちゃいた。しずっといてくれる方たちはもうずっと喜んでくれるし、嬉しいね、写真集出すって嬉しいね。こんにちは、あとこんな人いっぱいいるんだよ、この時間でも。うん、もうここに毎回ちゃんとポスター飾っとこう。うん、かわいいって言ってさ、これは定型文なの？これは定型文なの？でも一旦こんにちはみん落ち着いたよね。まあいるけどまだ。すごい今この
なんか いっぱいやめろって気分になってたなんて、絶対そうだけど、みんなもうイベント必死だ。練馬の劇場ってどこ？こんにちは。わ、ついにミッションしに旅立つピオだって。また帰ってきてね。いってらっしゃい。なんかね、定型文に写真集買います。でもさ、買いますって言ってさ、買われなかったら困るじゃん。は、嘘つきばっかじゃんみたいな。めっちゃ知ってる、めっちゃ嘘つきばっかじゃんとか思っちゃうじゃん。だからなんかそれできないかも。なんか裏切られた気持ちになりそう、勝手に。お腹鳴った。写真集を買いましたは証拠がないから、最初だと見慣れない人がて、そんなコメント来たらってなっちゃう。こんにちは。こんにちは。もう30秒で終わっちゃうんだもん。もうみんなもう慣れたもんだよね。行かないでって言ったところでさ、初見、そのミッション民はショールーム更新してんし、なんかさ、そのさ更新みたいなやつってさ、ファンのなんか見てる側しかないんですよね。わかります？まあ、わからないかもしれないんだけど、うまい！寿司感。みんな何鍋が好き？急だけど。うわ、もつ鍋食べた。ショールーム更新してないと写真集の購入の時エラー出ますって教えてくれてありがとうございます。ちゃんこ鍋、カニ、うわカニ鍋ね。いや、yeah. I'm a beauty。こんにちは、みん、こんにちは。クマーヤンの人だ。そうだよ、クマーヤンの人だよ。最近更新してないクマーヤンの人だよ。
やば。このさ中途半端な時間にさご飯食べ始めたからはめっちゃお腹すきそう。変な時間に。でまだ食べるんだって感じなんだけど、まだ食べるんだけど。こんにちはみん、こんにちは。デザートは食べない。まデザート、お、うわめっちゃ思い出したわ。デザート食べないのって言いながらめっちゃシュークリーム買ってたんだった。今思い出した。帰りコンビニでさ買って帰ったのめっちゃ忘れてた。このチンしてる間に。はい、いやこんにちは。めっちゃ忘れてた。なくなった。お疲れ様です。シュークリーム買ったのにさ、なんかさ急にさ食べたくなってさ、シュークリーム買ったのにさめっちゃ忘れてた。でも今ようやく思い出した。買ったことを忘れてた。でも今日はもう仕事中なんだ。頑張ってね。こんにちは。ちら。こんにちは。シュークリーム。さっきカバン適当に置いちゃったんだけど、シュークリーム潰れてないかな。あ、よくわかったね。え、めっちゃ納豆。すがら納豆大好き。菅原さがさこれさコメントでさこんにちはって言うなってさ書いたらさなんてコメントくるんだろうね。そんなさ変な人はそれでもみんなこんにちはってさ言って帰っちゃうのかな。やろうかな。でも、まあ、これ見えてんのかな入るとき。こんばんは。もう来ない、もしかして。お疲れ様です。むしろこれ始めたからもう来ないかも。こんにちはみん、みんなもう来ないかも。みんな来ない説ある。え、待って、めっちゃ減ってない？こんにちはって言ってさ、こんくね？
全然いたわ、こんにちはみん。いなくなったと思ったのに、こんにちはみん。うん、初訪問が増えた。そうです、税込みです。全然いるわ。こんにちははなぜダメなの？うん、ミッションしに来てるだけだから。すがらと会話してくれないから、こんにちはって言わないでください。でもやはりこんにちはみんはいますね。もう遅めの昼ご飯です。うん、さっき納豆買ってきた。それはさ、すがらが納豆食べてるの見て急いで買いに行ったの。会話だけでもすねる。いや、まだまだ会話してくれるだけいいよ。いいよ。いっぱい食べた。ごちそうさまでした。え、納豆のタレ食べない方がいいの？なんで？お腹すいた。ご飯食べてないの？ごちそうさまでした。アンニョン。こんにちは。あー、なんかさ、納豆ってさ、ごちそうさまでした。納豆ってなんでこんなおいしいの？ダンスの先生にピュア感を保つダンスって褒める。え、何そのダンス気になんだけど。踊ってほしい。そのピュアなダンス見せてほしい私に。で、すがらにも。なんかやっぱアイドルピュアピュアピュアの方が可愛いじゃないですか。だからすがらも真似する。ピュアなダンス。こんにちは、配信見てますよ。優しい、ありがとう。そういうことね。菅原がってこと。菅原
ってピュアなダンスってことじゃ。でもさ、なんかさ、本当にさ、まあ、それはさ、アイドルやってもさ長いじゃないですか。だからさ、そりゃさ、ダンスは上手くはなってると思うの、初期に比べたらね。でもなんかさ、最近はさ、その昔のさ菅原のことを知らない方とかの方が多い人と多いからさ、なんかそういう人とかにさ、なんか、まやちゃんのこういうダンスが好きとかさ、マジダンスかっこいいとか言われるの、マジ不思議な気持ちになる。別にダンス上手くないし、だけどなんか、わかりますか、初期がもうボロボロすぎたからさ、なんかそういうの嬉しくなっちゃう。初見です、こんにちは。この気持ちを分かってくれる人は、ね、ダンスだって昔なんてさ、ダンスさ本当にさやばかったの。別に今もやばいけど、ダンスやばかったの。今ダンス見て好きになりましたとか言われるんだよ。不思議じゃないですかって私は思いました。私は思いました。うん、購入ログからもういなくなっちゃった写真集買ってくださった人の名前が、40分になったら終わりますね。だって、けんけんぱんもできない。別にスタイルもそんな良くないよ。そうね、新人の頃一生懸命練習した。こんにちは、声でかこんにちは。マジ不思議な気持ちになります。こんにちは。やっぱ何時になってもミッション民はいるもんですね。Don't judge me かっこよくて好き。だからそういう、なんかそういうのもめっちゃ嬉しいんですよね。あんな曲のセンターさせてもらえて感謝です。本当にやば。本当にさ、ご飯食べ終わったらさ、めちゃめちゃ、そうだよ、特典ついてるよ、どれかがつきます。超眠くなってきた。もうやばい、もう本当に自分の本能のままに生きてる人間、私。頑張ってください。特典でもこれランダムなんですよ。
でも終わった司会がある、うん、会いに来るピヨ。そうです、もうあさって。え、写真集ってさ、フラゲ日とかあんの？写真集はフラゲ日ない？今日も可愛いですね。ないのか。じゃあ皆さん10日本屋さんでぜひ。10日にちゃんと本屋さん行ってゲットしてください。と、明日はフラッシュです。ゲットしてください。ショッピングから買うのかな。そうです、ショッピングから買いますよ。もしかして今買おうとしてくれてますか。買おうとしてくれてるなら毎度。ちょっと待っとくね。40分に終わるって言ったけど、このなんか優しいありがとう、買うのに時間がねかかるってね、みんなに教えてもらったんですよ。なんかその顔なんか買おうと思って、その買う完了しましたに行くまでに時間がかかるって言われて、でそうしてる間になんか配信が終わったから買えなかったみたいなめっちゃ言われた。だからちょっと待つね。やっぱ時間かかるんだね。待ってますよ皆さん、買うなら今ですよ。住所支払い方法大変だね。なんかもともとできたらいいの。菅原さんがいつの間にかいい人になってるとは。ずっといい人だけどね。こんにちは、皆さんこんにちは。写真集売ってます、買ってください。ショールームアプリ更新してないと完了直前にエラー出て買えなかった、結局最初からやり直しだって。こうやってさ、何が優しいって、みんなさ自分のさ失敗とかをさこうやって教えてくれるのは優しいよね。こうやってコメントでこうしたらいいよとか。てかさ、菅原もさ写真集の特典欲しいんだけどさ、自分はさこれどうやって買ったらいいの。自分はやっぱ違う端末で見ないと買えないのかな。まあそうですよね。自分は自分で違うのをゲットしないと。こんにちは、こんにちは、みんな、皆さんこんにちは。買ってください。5冊買った人から、え、特典が欲しいの。特典が欲しいんですよね。今度マネージャーさんに頼みたいと思います。3冊買ってくださいって。変えたの？いや、せかしすぎだよね、買っていただいてるのに。結構かかるんだね、時間。
まあ1から100まで打たないといけないですもんね。なんか菅原ガチ良くないんだけどさ、なんかクレジットのベトナムファンです、センキュー、ハロー、なんかいやごめんね、せかして全然待つね、仕事しちゃうのね、いってらっしゃい、こんにちは。なんかもうクレジットカードの番号を覚えちゃいました。もう自分の中で頭のもうすぐクレジットの番号全部出てくる、あの長い。でも打つときに何か口に出しちゃう時もある。ちっちゃい声。あ、変えた。違う人だ。あれ違う人だ。ありがとう、買ってくれて、今の方、ご購入してくださった方ありがとう。あ、二人になった、ありがとうございました。他の皆さんは大丈夫ですか？うん、現在買ってる人いないですか？大丈夫ですか？もういらっしゃらないですか？ぜひ届くまで皆さんお楽しみに。あと2日。あ、青森テレビのワッチさんにこの後コメントで出演しているので、ぜひ見てください。青森に住んでる人見てください。じゃあもう終わりにするよ。本当にいないよね、本当に。こんにちはぜ。またね、終わっちゃうよ。本当に誰ももうご購入なさってないですか？ショールームっておもろいな。おもろいに人たちと出会えて嬉しい。ありがとう、みんな見に来てくれて。本当にいない？本当に買ってるの？これじゃあ待つわ。配信ありがとうございました。でまだあと2分3分4分ぐらいします。結果、まあ、インドネシアから。インドネシアって48ある？なんかさ、いろんなところにさありすぎてさ、どこにあるっけってなりました。うん、変えたってことで、ご購入いただきありがとうございました。インドネシアってジャカルタなんだ。最後にバカがおさらして、 SKI でよろしくお願いします。バカをさらして帰りますってことで、ご購入いただいた皆さん、配信見てくださった皆さん、こんにちはだけしに来た皆さん、ありがとうございました。
またどこかでお会いしましょう。守りたいこの笑顔、ぜひ守ってくださいや、守ってくださいや。いっぱいありがとうございました。うん、嬉しい。あー、なんかいっぱい来たけど SKE、 うん、わかんない、何世代目とかちょっとわかんないけど、なんかいっぱい英語来たけど読んであげれないけど、すまない、いっちゃうね、すまないがいっちゃいます。バイバイみんな、またね。バイバーイ。またねー。